来週でね、新エヴァンゲリオンがね、なんか気づいたら終わっちゃうみたいだから、最後に見に来たよ、ナンバに。お友達、私友達になったら覚えないから。西の秋葉日本橋、映画見終わってここでね、俺がいるの渡り渡る先生のサイン本を買った時についてきたんだけど、俺がぶっちゃけいらないからね、このイロハのタペストリーを売りに来たんだけど、何円で売れるかな。いくらだったと思う？10円。マジかよ。なんか意外と売れないもんなんだね。初めて売ったから全然わかんなかったけど、タペストリーってそれも別にそんなさ、めちゃめちゃ人気のないさキャラクターじゃないから、それなりに売れると思ったんだけど、メイドさんいっぱい立ってるんだけど、なぜかね、俺の前歩く人とか声かけてもらえるけど、俺声かけられないんだけど、別に行く気はないけど、なんかそれはそれでなんか萎えるよね。で今はね、あのめちゃめちゃうんこが漏れそうだから、急いで駅前に向かってる。ナンバーシティよくわかんないけど、もうどうでもいいよ、タペストリーも、うんこがしたい。うんこ、久々の天下一品だ、嬉しい。